どうもライトクリニックの医師の吹田です。今回はこちらのオルリファストというお薬について先生に解説していただきます。先生、このお薬はどういう効果があるんですか？オルリファストというお薬はダイエットやったり肥満治療に用いられるお薬になります。で、有効成分のオルリスタットは消化管で脂肪の吸収を抑えるようなお薬になります。服用することによって脂質の吸収を抑えて最大 30% の脂質を体外に排泄します。ということは、このお薬は食事の直前とかに飲むのがいいということですかね？全ての食事というのよりは、油っぽい食事を摂る前に飲むことをお勧めさせていただいてます。油っぽい食事、例えば、焼肉やったり中華やったり、唐揚げなどを食べる前に服用をお勧めさせていただいてます。1日3回まで服用することは可能なんですが、お茶漬けやったりの油分が少ない食事やったり血色した時には飲まなくて大丈夫です。脂質の吸収を抑えるので、いわゆる脂溶性ビタミンっていうものの吸収が抑えられます。なので、脂溶性ビタミン、ビタミン A、 ビタミン D、 ビタミン K、 ビタミン E が脂溶性ビタミンですが、それは食事やったりサプリメントで積極的に補うことをお勧めさせていただいてます。それらのビタミンが含まれる食事としたら、人参やったりかぼちゃ、パプリカなどがおすすめです。先生、このお薬の副作用はどういったものがありますか？副作用は急な便やったり油分が多い便が排泄されることがあります。便の色が少し油分が含んでオレンジ色になったりもします。最初は少しびっくりされる方もいるかなと思いますが、すごくリピートしてくれるお客さんも多いです。アメリカの FDA、日本でいう厚労省という認可をされているようなお薬になりますので、データやったり安全性もあるようなお薬になります。ご質問やったりご相談ありましたら、何でも質問していただいたらお答えさせていただきますので、お問い合わせください。今回はオルリファストについて先生に解説していただきました。このチャンネルがいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。